皆さんこんばんは。今日も10歳若返りの YouTube チャンネル授業を始めていきます。今日のテーマはですね、老け顔の原因、ボコボコした輪郭を整えるにはというテーマを、監督からいただきまして、私どうしてもなんか自分がね、ヒアルロン酸の症例が多いからヒアルの話ばっかしちゃうんですよ、ついどうしても。よって今日はですね、回答として1ヒアル2ヒアル以外を持ってきました。まず1個目はじゃあ、皆さんおなじみヒアルロン酸の治療ですね。この方どうですか？バランスは綺麗って言い方がいいかな。だけどちょっとボコボコしてるんですよね。こめかみや額が痩せてて、なんかこう眉の骨が浮いて見えてたり、頬骨の下も痩せてるから頬骨がちょっとこう出て見えてたり、あとこのフェイスラインもちょっともたついて見えてるし、なんとなくへっこんで膨らんで、へっこんで膨らんでっていう、こうポコポコポコっとした輪郭ですね。この方によく聞いたら、昔脂肪吸引とバッカルファットの手術を受けたことあったのね。頬の脂肪吸引、頬フェイスラインか。確かに顔は小顔なんだけども、やっぱりでも凹凸が気になっちゃうかなという印象があって、ちょっと私からせっかくね、脂肪とか取ってお顔すっきりしてるんだけど、ちょっと凹凸感をもうちょっと綺麗に整えませんかということで治療させていただいて、額のこういうところの痩せてるところ、こめかみ、あと頬骨の下、あとちょっと少し目の下、頬チークのトップの位置もちょっと痩せてるんで、ここですね、あとはこの辺の顎周りを整えると、ここが綺麗な輪郭、卵型に近づいてるかなと思います。皆さんね、もし女性の方だとお化粧をしますよね。チークを入れたりハイライトを入れたり、まさにチークを入れるとこってどの辺かというと、この辺ですよね、きっとね。チークやハイライト、この辺に少し高さが出てきてますし、あとはこの辺りのちょっとこう、例えばハイライトでお顔をツヤッとこう若々しく肌質よく見せるときに、こういうところも若干ハイライト入れたりすると思います。その辺に少しヒアルロン酸が入ってきてるという感じ。ただよくお顔でほらシェーディングってするじゃん、モデルさんとかもなんかここにこうシェーディングして顔をすっきり見せたりするんですけど、これはですね、もちろんシェーディングである程度綺麗になることもあり、締まってね、お顔が見えることもあるので、この方も術後完全に影は消しきってないぐらいで止めてるんですよね。あんまりここパンパンにしすぎるっていうのは、ちょっとへこみを減らすぐらいで止めると、お顔のメリハリが残ったまま、ちょっとボコボコした感じが取れて、全体的に健康的な印象になるかなと。これがヒアルロン酸の治療ですね。ヒアルロン酸は足し算の治療なんですけど、足す入れ方や入れるデザインを調整することで、むしろお顔が立体感が調整されて小顔に見えるっていうようなテクニックが使えるので、そこは結構そういうところに信念を持った先生のところにね、行ってもらうと結構良きにしてもらえるかなと思います。というのが1個ですね。じゃあもう分かったよとヒアルロン酸はという場合ですね、もう1個の症例がですね、じゃん、こちらですね。この方はですね、輪郭のどこがボコボコしてるかなというと、ちょっとごめんなさい、少しブルドックとまでは言わないんですけれども、フェイスライン、ここジョールファットとかって言ったりします、ここの口横のボリュームが結構ちょっと落っこってきてて、下顎靭帯、靭帯があるんですね、ここにね、靭帯があるところはへこんだままなので、ここはへこんだまま、ここだけポヨンと出ている。でこのへこみの下、ここまた膨らんでて、顎はクシュクシュクシュッとこう縮こまってシワが出ていると。じゃあどういうふうに治療していくかというと、いろんな方法ありますけれども、この方はハイフでたるみを引き締めて、あと顎にボトックスの注射を打って治療しています。今回だからヒアルロン酸という足す治療ではなくて、どちらかというとこう緩んでる組織を引き締めるハイフの治療と、あとこの辺拘縮といって縮こまってる組織を少し緩めることで、ボコボコ感を滑らかにするような目的でボトックスを使っているということになりますので、お顔のバランスを拝見してですね、何が原因でこの方はボコボコして見えちゃうのかなというのを判断させていただいて、ボリュームが少なくてボコボコしてるのか、何かボリュームが
たるみで出てきちゃってボコボコしてるのか、しかもそれがかえって筋肉とか何か靭帯とか他の組織の影響でよりたるみが強調されてるのかみたいなところは、ぜひまあ診察でね拝見させていただいて、まあ、適切なものをご紹介できればと思います。まあ、ちなみに、はい、痩せ型の人は頬とかが痩せてボコボコしてるとは限らない、はい、太ってる人がたるみと限らない、限らない、はい、そうなんですね。私も日頃の診療で患者様とこう意見がねたまにちょっとこうすれ違っちゃう時あるんですね。どういうことかっていうと、ご本人様は私はぽっちゃり顔だからヒアロン酸なんか入れたくないと、これ以上顔が大きくなりたくないからっておっしゃるんですよ。確かに例えばほっぺのボリュームが結構あるとか、この辺の顎下のボリュームやこの口横は結構あるっていうことあるので、もちろんそこはぽっちゃりして見えるんですけど、ただ総じて見た時にはこの辺はすごいげっそり痩せてて、この辺がげっそり痩せてるから相対的にこっちが太って見えてるってことも意外とあるんですね。だから自分が痩せ顔とかぽっちゃり顔っていうのが意外とですね、自分が思ってる結果が先生が言ってくれると限らなくてあります。なんか本人は脂肪溶解注射ってずっと言ってて、私は違うと、あなたのここの膨らみは脂肪が多くて出てんじゃなくて、この辺が痩せてたるんできてんだから入れないとダメよっていうのが平行線になっちゃう時あるね。まあそういう時はまあもちろん医学的には正しいことあるんだけど、でもまあ患者様のご要望を無理にねへし折るわけにいかないから、まあ無理せずちょっと一旦提案をお持ち帰りいただくか、まあ、他の先生の意見も聞いてみたらっていう時もあれば、あとはまあそこのちょうどいい落としどころのところにハイフとかね糸リフトとかそういうちょっとリフトアップとか引き締め系、足す引くじゃなくてね引き締めとかの治療で一旦ちょっと妥協点をお互いに作るってこともあるかなと思います。ハイフって美容貯金ってよく先生がおっしゃると思うんですけど、はい、なんか結構今の方とか目に見えて効果出てると思うんですけど、そうでしょう。でもねこの目に見えて効果が出てる裏技がアゴボトックスだからね。ああ合わせるから、合わせてるから、もちろんなんていうのかな、効果が分かりやすいことは分かりやすい方、分かりにくい方いるので、十分ハイフで引き締め引き上げ効果が分かってくださる方もゼロじゃないと思うんですけど、でも、まあ、一般的にはすごくここがグッと持ち上がるっていうよりは本当に軽く 2,3 ミリグッとこう引き締まるっていうイメージだと思うんですよね。かつ年々たるんでくるのをこうちょっとこう支えてあげるっていうイメージなので、やっぱり今の方ほど目に見える変化をってなるとなんかトリックが必要ですね。よく私 お伝えするのが、例えば同じ線でも例えばこうやるのとこうやるのとでなんか長さが違って見えるとかってあるじゃないですか、トリックアートみたいな話。それと一緒でやっぱりハイフ単体での変化がほんのに本当に小微数ミリの変化だとしても、プラス周りの組織とのバランスをちょっと調整するだけで一気にねあたかも1センチぐらいリフトアップしたような変化を出せる時ってあるんですよね。まあ、そこはまあある意味医者のそういう解剖学的な知識か、あるいはこう経験の差が出てくるところかなと思います。では今日は輪郭のボコボコを治す治療